はい、こんにちは、こんばんは、ポートです。ということで今日はいきなりパーティーですね。いやー、この曲歌いたくなりますね。ドリーム歌えたら面白そう。ちょっとやってみましょうか。あなたに届け、あなたに届け、私の心、あなたに届け、窓を開けて風に託す、はち切れそうな私の思い、あなた一人愛します、この僕が決めた人、ただ一人だけ、君だよ言われたら、どんなにがどんなにが愛でしょう。やっぱ楽しいですな。まあそう言ってたら2周入りましたが、このレースなんと分岐が違います。でなぜかこの広場にパックフラワーが置いてあるのが謎ですね。いやでもおしゃれなコース、このやっぱあれですね、パリですね。パリと言ったらあれかな、でもイタリアだったらあれか、サイゼリアですね。パスタがうまいです。パスタが美味しい。あ、次元です、出現。そんな感じですな。ちなみにさっきの、あ、さっきのドリームはさっきひろみさんの曲です。いやー、やっぱ面白い、いい曲ですね。ということで2位です。やばい、赤コーラ、赤コーラに追いかけられてる。よーし、逃げた、やったぜ。ということでいい感じに逃げてますね。ということでそろそろゴールです。なんか頭がバーンが来た、頭がバーンが来た、逃げろー、フィニッシュ、バーン、めちゃくちゃだー。まあこんな感じ1位だとよかったですね。ということで次のレース行きましょう。次のレースはキノピオサーキットですね。キノピオです。ここは DTS のコースサーキットですね。まあそんな感じですね。まあ最初ここからスタートですね。スタート、今回も1位と取って頑張りましょう。まあ全部1だからね、マリカート8についてはしかもこのコースは意外とまあちっちゃい方ですね。すごいちっちゃい方です。おお、すごいドリフトだ。なんかハートみたいな形ですね、このカーブは。ということで2周ですね、2周目。意外と1位で独占してるぞ。すごいですな。独占、逃げてる、ずっと逃げてる。このコースはまあまあですね、大きさは。まあ長いっていうよりも普通かな。でもサーキットですね、都市コースじゃなくサーキットコースです。うん、キノピオって書いてあるのにいろんな客がいますね。そしていろんなキノピオがいますね。あ、頭がバンが来た、頭がバンが来た、頭がバン、あー、そうだ、頭がバーン、頭ボッカーンしました。あー、デイジーに追いかけられてる、デイジーに追いかけられてます。うん、ファンキーコングがいますね、ファンキーコング、ファンキーコーンがいますね。あー、赤コーラ、どーん、事故だ、フィニッシュしたところで次のレース行きましょう。次のレースはどこかな、次のレースはチョコレートマウンテン。わあ、なんかやばい。わあ、なんかこれコロンかな、デスマウンテンかな。チョコマウンテンがデスチョコマウンテンから、なんかゼルダのデスと混じってますね、デスマウンテン。あのコロン族がいそう、コロン族、コロ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 しそうですね。ということでなんかチョコマウンテンにパタパタの地ですね。パタ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 がいっぱいいますね。パタパタ、ここパタパタ、なんかいろんな色のパタパタがいますね。コウモリだ。よくマリオの洞窟にはまあワリオ講座とかなんじくコウモリいますね。しかもさっきヘイホーいた、ヘイホー、ヘイホー、まあヘイホーはどこにもいますね。あ、来た、うん、完全にこれデスマウンテンゾウだ、デスマウンテンゾウ、デスマウンテンゾウですね。
うん、落ちてます。位置が兵法多いな。兵法、兵法とパタパタとかコウモリやな、出てるキャラ。でもここはコウモリ以外は何だろうな、敵の仕掛けがないですね。ドッスンだったりああいうのは敵の仕掛けが少ないですね。まあでも今回はそうか、敵の仕掛けはパックンとかコウモリ以外はないのか今のところ。キノピオサーキットは仕掛けないもんね。だから今回の敵の仕掛け少ないな。待って待って、今緑コーラが反射してたぞ。まあの今日はあれですね、今のところ頭がバーン、頭がボッカーンは一応まだ2回しか来ませんですけど、2回、まあレース中では1回来ましたが、見たところ2回しか行きません。ということで3周目突入。あーすごい、1人独占してる。逃げろーってしますね。逃げろー、ずっと逃げてます。その追いかけてるデイジーもいますが逃げてます。洞窟ですな。ブルーですね、ブルー。宝石、うん、ダイヤモンドはやっぱある。ダイヤモンドだねー、あーだな。これは完全にプリンセス、プリンセスです。赤コーラが追いかけられてきた。赤コーラ、よし逃げてる、逃げろー、フィニッシュ。ということで次のレース行きましょう。よし、こういうランクか。45ポイント、まあ独占ですね。ということで次のレースは、次のレースはどうかな。ココナッツモール、おお、ここなんか100系統の直行便走ってそうですね、交通開発の。ということでここです。わあすごいな、すごいですね。駐車場広いですね、駐車場。ココナッツモールって書いてあるお店はその前、ココナッツモール入りましょう。ヤッフー、ココナッツモールでレッツゴー。ということでキノコですね。マッシュルーム、マッシュルーム、マッシュ、マッシュ、マッシュルームですね。いきなり2位でマッシュルームはちょっと珍しいと思います。ということで、お、噴水だ、広場、噴水。まあここは前回もやったんですけどね、リメイク版です。なんかリメイクの分かったところはちょっと今もう問いすぎちゃったけど、まずね、車動いてない、車ね、変な駐車してます、変な駐車。デイジー、当てら、当て逃げされた。あとエスカレーターがスロープになってます、スロープ。ゆっと、なんかあれですね、ゆとりあるエスカレーターになっちゃいました。エスカレーターの階段になってます。あー、頭がバンが来た、頭がバン、頭番号が来た、頭番号。ガタンゴトン、ガタンゴトンって、デイジーやな絶対。デイジー頭がバーンしたな絶対、頭ボッカーンしたな絶対。どうかなそれは。まあ頭がバーンはよく追いかける敵です。まあ時々コーラですね、時々コーラ、全ては時々コーラみたいなもんです。やったぜ。ということで3周目ですね。いや 150cc より 200cc 早いですね。150cc だったらまあまあだったけど、 200cc やっぱ圧倒的に早いです。ゲストが来た、ゲスト、またゲスト来たとか。でも今日ゲスト少ないから出番、前回はゲストリハンって言ったゲストです。まあ逃げましょうか、このままこのまま走って逃げろー、せージャーンプ、ヤッフー。あー、なんか時々コーラ来た、なんか時々コーラ2回って、ここウィーなの、ウィーなの、ここウィーのマリオカートの逆もですね。あー、どーというでフィニッシュしました。ウィーのマリオカートポーズで時々、あー頭がバーンした。ということで結果発表です。さて、どんな面白いムービーになってるかな。まあ意外と普通の前はもうひどいのもあります、やばいのが。ということでスタート。おー、キュキュキュデイジー、うん、問いすぎただけです。おー、ジャンプしてる、赤コーラ投げて、バーン、ロゼッタ倒しました。ということで、おー、すごい、ドリフトだ。バイクドリフトかっこいいですね、やっぱ。全部、1111、ワン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 です。ワンワンワン。ということで、フィニッシュしましょうか。フィニッシュ、ジャンプしてフィニッシュです。ということで、いい、かっこいいとこでしたね。ということで、デレデン、デッテー、デデデレレレレレー。ということで、1位取りました。よかったですね。うん、今日も楽しいレースでしたね。ということで皆様どうでしたか。ということで今日はここまで、最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあさよなら、バイバーイ。